アイントホーフェン空港、またはアイントホーフェン航空基地とは、オランダの北ブラバント州アイントホーフェンの西約 8km にある軍民共用空港である。アイントホーフェン空港はオランダで2番目の規模の空港であり、2007年には約150万人の利用客があった。ライアンエアーやトランサビアなどの格安航空会社が多く就航している。 1932年に開港し、第二次世界大戦時の空爆で完全に破壊された、後再建された。また、近年までウェルシャップ空港と呼ばれていた。この空港はオランダ空軍の基地でもあり、NATO の輸送調整基地としても機能しているが、増大する民間航空需要を受け入れるために、オランダ空軍の第334を呼び、 第336飛行隊を移転させる計画があるとも報道されている。アイントホーフェン空港株式会社が旅客空港部門を運営している。この会社はアムステルダムスキポール空港などを運営しているスキポールグループから51%の出資を受けている。乗客を降ろすライアンエアーの B7371 日に50から60便の国際線が就航している。 2017年4月現在、就航都市数は75都市、就航国数はヨーロッパ諸国とモロッコ、トルコ、エジプトを含む25カ国である。アイント方辺市街地まで約8キロメートル。2007年7月1日に欧州空輸センターと欧州航空グループ及び海上輸送調整センターが統合され、欧州機動調整センターが設置される。 これは非ヨーロッパ及び非北大西洋条約機構加盟国による機関であり、然るべき法的地位を有し引き受けする全参加国政府はその他の参加国に開かれた組織であることが求められている。参加国は国同士で航空輸送、海上輸送、陸上輸送及び空中給油能力を調整することが任務で全参加国軍が保有もしくは対応する。 関連装備運用について全体的効率の改善を促すことになっている。活動の焦点は作戦上の戦術軌道を除く戦略軌道である。参加国はオーストリア、ベルギー、カナダ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、 ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、トルコ、イギリス及びアメリカ合衆国で、センターは3カ国からの軍人30名と民間人職員を置いている。2010年9月から、アイント方辺航空基地には、欧州航空輸送司令部が設置され、欧州主要5カ国が保有する輸送機の共通運用式を担当することになった。ありがとうございます。